サンデー。皆さんこんにちは。こんにちは。今週サンデーの時間です。今日はですね、研究室を飛び出ましてちょっと違ったところに行ってます。この趣分かりますかね。川崎ワールドです。今日はここからお伝えしたいと思います。どうですか、これちょっと趣が違いますね。すごいですよね。川崎といえば日本のものづくりそのものですからね。私もちょっと興奮気味ですよね、はっきり言って。開港150年を迎えた神戸、メリケンパークの帆船と波をイメージした神戸海洋博物館に、神戸で生まれ世界に羽ばたく川崎重工業の企業ミュージアム川崎ワールドがあります。会場では川崎の代表的な製品を見学しながら歴史や技術に触れることができます。やっぱり川崎というとバイクね。かっこいいですね。すごいな、これ近未来のバイクなのか。ラディオロジーって書いてあるけど、ライディオロジー、あれがエンジンなのか。これすごいな、これこんなに大きいんですね。こんなでかい、これすごいで、これ光り輝いてる。実は何を隠そう、うちの海派の実家バイクチェーン店で、結構バイクを手広く扱ってだ、これいつも実家で見てるやつ、川崎にはお世話になってるんだけど。あれ先生、じゃあバイク結構、まあ俺は乗らへんねんけど、こうご縁が あるんですね。忍者や、忍者、これが忍者や。かっこええな、かっこいいですね。さすがものづくりって言っても、やっぱ基本が土台がしっかりしてるから、どこの国でも全く揺るがずにその土地に合ったものを作れるっていうことやろな、これ。わー、だってこれだって右からこう文字読む時代ですよね。64年、俺が生まれた年、53歳。同い年ってことですか。まさに同い年のバイクやな、これすごいな。あら、おこれは何や、出てきた。バイクだけじゃない、これは新幹線やないか。ゼロ系新幹線やで、懐かしいな。1964年、まさにオリンピックがあった年ね。東京新大阪間で初めて開業した時の新幹線、触ってすごいな。これしかも今度は私と同い年だ、1985年。ほんま、あほんまや、触った時、せっかくやから触った方がいいんちゃう。これはすごいわ、新幹線。操縦のところは見られないですからね。さあ新幹線の中入ってきたよ。あ、3人掛けやな、これな。歴史を感じますね。ええ感じやな、こう窓際に座ってな。こんな感じ、ね、川崎っちゅうのはしかしいろんなもん作ってるけど、はい、川崎作ったの誰か知ってる？川崎っていう会社。え、それは川崎さんですよね。川崎さんまではわかるやん、だって川崎重工業なんやから。そうです、ね、橋本さんやったら困るやん。ゼロ、うん、知らない、知らないです。恥ずかしいな、兵庫県民として。教えてください。川崎正造さんや。正造さん。川崎重工業の船出も近代日本の夜明けとともにありました。大型船の建造が始まっていた時代、東京築地に造船所を設立した川崎正造は、神戸に造船所を集約し、1896年株式会社川崎造船所を創立。初代社長に松方幸次郎を迎えました。あれから121年、神戸に本社を置く川崎重工業は、大型船から鉄道事業、航空機事業へ、世界中でさまざまな事業を展開しています。次は何、シミュレーターか、なんかシミュレーションができるんちゃうか。乗ってみましょうか。これ何や、これは小学校4年生以上って、ちょっと怖そうやぞ。神戸空港離発着のフライトシミュレーターを発見、無料で楽しむことができます。中野先生の腕前は、先生できるかな。うわうわ、上がった上がった、うわ上がった、うわ上がりすぎた、上がりすぎた、一瞬うわうわうわ、何やこれ、これはなかなか、なんか時間切れらしいですよ。分からんけど、昨日の嫌なこと全部忘れた。やってみたら。操縦お疲れ様でした。めっちゃ難しい操縦。川崎ワールドをたっぷりと満喫した2人、今回のテーマは川崎重工ね。いろんなものがあるけど、陸海空の乗り物全て作ってましたけど、最近はこれ、
見てくれる、はい、ロボット押してみようかこれ、はい、押したら動いた。おー本当だ、見てみよう。あれほら、ものづくりに飽き足らず、ものづくりのためのものを作るロボットまで作ってるっていう。迫力あるな。すごいよね。で、はい、これ見て分かるように、これですね。そう、今日のテーマはロボットや。ロボット、川崎重工業のロボット工場を見学。 CM の後、たくさんのロボットを見ていくよ。今回訪れたのは川崎重工業西神戸工場。この工場にはロボット導入を検討している企業を対象としたショールームがあり、さまざまなロボットを見ることができます。こちらは、車体の溶接工程を模擬するデモシステムになっています。3つのステージから構成されておりまして、1つ目で4台のロボットが車体を溶接する様子を表しております。すごいな、あれ1台の車に4台のロボット、何台ものロボットの手がいるんですね。そう、しかも動きがやっぱりすごいよね。日本のロボットはスムースに動いて、またかも人間みたいに動いてるもんね。これがすごいよねやっぱり。こちらのステージではロボットの安全機能のご紹介もしております。こちらにセンサーがございます。今緑のランプが点灯しておりますけれども、私がこの白線から中に一歩足を踏み入れますと、ランプが赤く点灯します。そうしますと目の前にある2台のロボットの速度が非常にゆっくりとしたスピードになって動いているのがお分かりいただけると思います。なるほど、だから安全だもの。うわー、ロボットがいっぱい。こちらのステージではロボットの密集配置というものをご紹介しております。一つの車体に対して両側6台、計12台のロボットが一斉に作業を開始する様子を表しております。12台のロボットが一挙に作業をすることによりまして、ライン全体の長さが1/3、作業を実行する時間が1/3、スペースも1/3ということで、非常にお客様にとっては非常にメリットのあるシステムが構成することができます。すごいな、おい、今度は12台だね。これロボットの動きに迷いがないですよね。狭いところしかもね、あんなぶつからずにすごいよ。そしてこちらは車の塗装用のロボット。7箇所曲がることができる軸があり、狭い範囲で効率的に色を塗ることができます。7軸目を設置することによりまして、いろんな姿勢が自由に取れるようになるという、そういう特徴を備えております。車体の外側、外板といいますが、外板と内板、内側ですね、両方を同じロボットで塗装することができるのが特徴になっております。そのために自分自身でこの車体のボンネットでありますとか、ドアでありますとか、フードでありますとか、そういったものを開けたり閉めたり、そういった作業も自分でやることができるようになっております。国内の大手自動車メーカーの多くで川崎重工業の塗装用ロボットが使われているそうです。こちらはビールケースを運ぶロボット。デモでは180キロと500キロ運べる2種類が動いています。中には最大700キロ運べるロボットもいて、食品に限らず薬品や印刷物など様々な業界のニーズに対応しています。こちらは小さく軽いものを高速に運べるロボット。曲がる部分が4軸あります。すごいね、これ。ちょっと目がついていけない、あまりにも速くて動きがね、なんでこんな速い動きできんやろね。これすごいよ、あのカメラで認識してるんやな、いろんな形とかをね。それであんな素早い動きができるんやと思います。これすごいね。センター長、川崎重工業の強みを教えて。お客様の具体的なロボットを適用する場面に最適なロボット、そして最適なレイアウト、最適なあり方っていうのをご提案するわけですね。で、最終的な自動化ラインにとって一番いいものをご提供するっていうのが我々の強みだと思います。CM の後もすごいロボットが。
どんどん見ていくよ。こちらはサイコロの目を認識して仕分けをするロボットです。化粧品や食品、薬品業界で活躍しています。すごいな、あれ1から6まで全部認識できるね、数字を。この瞬時の判断力、ね、すごいね。これ将来的に薬なんかも文法とか全部機械がやるかもしれんね、これ調剤なんかね。あっという間に、ね、可能性あるかもしれんね、これね。いろんなところに応用できるやろな、これ人間やってた分野でも全部機械がやってしまうのとかも考えられますね、これ十分。はい、こちらでは、医療用のロボットの、デモシステムをご紹介したいと思います。川崎重工は神戸に本社を持ちますシスメックスさんと合弁でメディカロイドという医療用ロボットを開発する会社を立ち上げました。ともに神戸市に本社を置く川崎重工業と医療機器メーカーシスメックスは2013年に合弁会社メディカロイドを作り、医療用ロボットの開発に着手。2019年度には手術支援ロボットを販売することを目指しています。ロボットで手術を体験できるもの。あの黒い丸がありますよね。その黒い丸が悪い細胞だと仮定して手術を行う、この機械をゲームでやってみます。できるかな。なかなか難しそうやぞこれ。おい、お、あん中の黒取れるか。あーかんや、失敗してるやん、ね、やっぱりなかなかいかん。あ、取った、すごい。お、才能ありじゃないですか。終了、才能ありやなこれ。治療個数3、どういう意味やろ3。あかんやん、あかんやん、新米ドクターやん、あかんやん。人間が手が届かないところですね、指だと届かないところにロボットの、監視を届いて、そして正確に、まあ、作業すると。介護の場面で実はベッドっていうのは移動したり、その姿勢を変えたりすることがすごく必要になってくるわけですね。人にとっては結構大変な作業ですけど、それを連続してやるっていうのはロボットの得意なことなので、そういう形で、患者さんの体にとっての負担を軽減したり、また手術の場面でそのロボットの正確性によってですね、しっかりした、精密な、ことができて手術の支援をしたりって、まあ、そういうことができるようにしようと思ってますので、いろんな場面でロボットは今後も医療では活躍していけると思いますね。すごいな、将来的にはロボットが手術する時代は確実に来ますよね、これ見てたら。それでね、人の手を助けることになるんでしょうね、うんうん、ロボットの方が器用かもしれない。そして今注目を浴びているのが産業用ロボットデュアロです。2本の腕が動く多関節ロボットで人間の腕のような動きができます。このロボットはですね、人間を見て右手でやってることは右手、左手でやってることは左手、両手でやってることは両手にそのまま置き換えることができる。つまり人間がやってることを非常に短期間で作業を置き換えることができるということは特徴なんですね。ちょうど人一人分のところにポンと入れて、周りの人を何も変えずにですね、ロボットだけが人に置き換えることによって簡単にロボット化がしやすいと。すごいな、人と協調しながら働くロボット。もうもはやロボットに敵なしというか、ロボットに不可能はなしという感じやね、これ。何でもできるし、パソコンだってこうやって打てる。人間と共存してる。私が隣で作業をしていて、デュアロにもし誤って当たってしまったら、このように自動的にストップするんです。明石工場で製造されているデュアロは、おととし10月から1台280万円で販売し、2年間で2000台が売れました。半分は海外のメーカーに出荷。兵庫県内でも電気や機械メーカーを中心に導入が進んでいるそうです。ロボットの製造過程を見たいもの。川崎重工業明石工場。甲子園球場およそ13個分にあたる49万平方メートルの広さを有する巨大工場です。この工場ではバイクやガスタービン、飛行機のジェットエンジンが製造されています。ロボットも明石工場で作られているんだもの。特別に許可をいただき、明石のロボット工場にテレビカメラが入りました。どうやってできるのかな。 CM の後。世界中で使用されている川崎重工業のロボット、これらのロボットは中国の蘇州や重慶で、国内では兵庫県の明石工場で作られています。工場の中には
ロボットの部品がずらりと並んでいます。部品は中国の工場から送られてくるものもありますが、主要パーツは国産。ここには今日組み立てに必要な分だけが納入されています。およそ800個のパーツが使われるんだもの。ロボットは組み立てるだけでは完成しません。制御盤というコントローラーをつけて運転検査を行い出荷されます。大型ロボットの組み立てを見てみよう。それではこちらから、工場の方になります。一番最初、大型のロボットの組み立てラインになります。こちらの上、ロボットのコンベアがあります。でここから、順番にロボットを組み立てていくメインのコンベアラインになります。塗装が終わった部品が運ばれ、組み立て開始から全ての工程を3日間で完了します。一つ一つ確認しながら作業を進めていきます。この画面は何？こちらはポカよけシステムといいまして、このボルトを何本締めたかということが、確認それから監視しているシステムになります。画面上の数字が、ボルトを締めるたびに減っていきますけども、全部締め終わったときに、画面がゼロになればきれいに全部、ボルトを締め付け終わったということになります。ずっと続くこのレーンは何？いろいろな種類のロボットを乗せて順次組み立てしていくコンベアラインになっています。一番下のベースの部分から乗せて上へ上へと積み重ねていく、そういう組み立て方を行っています。レーンが少しずつ動いて一つ一つロボットが組み立てられていくんですね。これ、人の手だ。ねえ、はい、で明石工場のロボット工場だけでおよそ800人の人が働いておられるそうです。多くの人が関わって初めてロボットが出来上がるんですね。これやっぱちょっと安心しましたね。ロボットすごいけど、やっぱロボット作ってるのは人間やって分かったから安心した。どんなことに気をつけているの？まあ、一つ一つの部品が非常に繊細な部品でできています。でそのため一つ一つ注意を払って作業を行うように、まあ、気をつけています。決められた作業時間の中で、まあ、組み立てることが、非常に難しいです。いよいよ形が出来上がってきたもの。最後は電気配線を整えて組み立て工程が完成です。ロボットを動かすためのコントローラー、制御盤の工場へ。空気がきれいな部屋で作られています。たとえ形が出来上がってもこのコントローラーをつなげないとロボットは動きません。こちらは組み立てが終わったロボットの性能確認を行っている検査工程になります。ロボットの先端にロボットが持てる一番重たいウェイトを取り付けて1台ずつ検査を行っています。いよいよ検査ですね。なんか教習所みたいな雰囲気やね。これね、ミニ教習所、ロボット教習所みたいな。そうそうそう、なんかワクワクすんな。動くかな、ちゃんとな。ちゃんとやっぱチェックしないと。そりゃそうや、だってロボットにいろんなもん託してんねんから動いてもらって困るで。このチェックはしっかりしといてほしいな。やっぱり検査を終えたロボットはそれぞれの企業のオーダーに合わせてオプションの部品を組み付けた後梱包されて出荷。このような汎用ロボットは明石工場で年間1万台も作られています。年間1万台ですごいね。使ってる。でもさ、労働力不足やから本当彼らが問題解決してくれるのこれからね。そう重要だと思いますね。やっぱり全てかかってるよ彼らにね。ちなみに中国の蘇州工場ではロボットがロボットを生産していて自動化が進んでいるそうです。ロボットがロボットを作るんで、すごい時代が来たな。技術レベルがすごいですね。どこまで進んでいくんやろな、これロボット技術な。すごい。それではロボットと人間が作り出すこちらの映像をご覧いただきましょう。
ボレーションに圧倒、人間ですよね、ロボットのような動きですけど、この動画っていろんなものを象徴してるよね。やっぱ人間とロボットは共存してるってのはまず一つよね。でもう一つやっぱ人間と同じような細かい動きがロボットもできるっていうね、これも示してるよね。この動画ようできてると思うわ。誰が作ったか知らんけど、他のロボットも見てみよう。こちらは世界シェア5割、半導体メモリーなどの元となる薄い円盤ウエハーを運ぶクリーンロボット。これも明石工場で作られています。綺麗な環境で作られているんだもの。中には入れないので窓の外から撮影をしています。小さな部品を扱う細かい作業が求められ、この工場の従業員の4割が女性だそうです。クリーンロボットは高速で高精度な作業が求められるので、指先の微妙な感覚が必要なので難しいと感じてます。中野先生、えのきアナ、ここで問題です。作業者の服が白、青、緑、ピンクに分かれていますが、緑の役割は何でしょう？難しいな。緑、グリーン、エコっぽいから、エコっぽいな、なんかゴミの分別とか、ゴミを取ってるんじゃん。正解は作業が遅れている人を助ける役目です。へー、助けたいなって。あ、そうなんだ。ちなみにピンクは部品を集める人、水色が通常の作業をする人、白色は管理者です。こちらは日本腕のロボットデュアロの組み立ての様子です。今回ねロボット見てきましたけども、やっぱり人間と同じような動きする、これがロボットすごいところやね。でそれからやっぱりロボットは人間が作ってる、人間やっぱ主導権握ってる、これもやっぱ感動したし、それからやっぱりこのロボットができるまでの基礎研究とか、それにかけたエネルギーとか、その地道な期間というのがやっぱすごいなと思いますよね。でこれから労働人口やっぱ減るんで、ロボットがやっぱ担ってる部分すごく大きいんで、やっぱ日本はこれに大きく左右されると思いますね。やっぱすごいと思いました。いいロボットを作るためにロボットを愛することです。まあ、使っていただけるお客様の喜びを、まあ、肌で実感できる場所だと感じます。親が子供を育てるような愛情というか、それに対しての心配りがあって初めていいものができる。ですからロボットには愛情を込めて設計製造しましょうと。中野先生と榎木アナウンサーのパネルを持ってきました。さあこのパネルで何をするかと言いますと、似顔絵を描いてもらいます。すいません、お願いします。実はこのデュアロというロボットで似顔絵を作ることができるんです。何これ、どこで認識するの？動きが器用やな。そして榎木アナウンサーもすごいな、迷いなく描いてますね。書き順はなんか奇妙だけどね、でもなんかすごいな。はい、僕の似顔絵は、ああすごい、よくできてるやん。そっくり、そっくりやん。これちょっとかっこよく描けてるの。俺このロボット忖度したんちゃうか。機械が2分や、2分でこんな、2分で描ける絵なのかな先生。すごい。そういうことではない。そして私が、こちら、すごい、上手やん。髪の毛の一本一本とか細かい部分までね、表現がすごいですね。ちょっとふっくら気味やな。あれ？そうでもない？あのスタッフが持ってったパネルが良くなかったんじゃないかな。ちょっと酒飲みすぎちゃうかな。あれなんか本当だ。俺の先生スマートですね。兵庫県庁に行ったらね、このデュアロ君がいるみたいやね。実際に会える。うん、いろんなことやってね、はい、兵庫県庁で。兵庫県庁の2号館では、2本の腕が動く多関節ロボットデュアロが寿司を握ったりピザを焼く動きを披露。県庁で11月末まで展示されています。ちょっとどんな風に動いてるか見てみ、見に行きましょう。握手したいもんな、はい、ありがとうも言いたいしな、はい、行ってみよう。表現長行こう行こう。しゃ、次回のものしりサンデー、ものづくりは氷、透明で硬くて溶けにくく、何よりも美味しいコンビニ氷。1日およそ100トン生産している秘伝の製法とは？
大人気のかき氷やアイスコーヒーも紹介しますよ。家庭でお使いの電気冷蔵庫の氷とやっぱり見た目が全然違いますし、これまでの放送は物知りサンデーのホームページから動画をご覧いただけます。